ハワイコンベンションセンターハワイコンベンションセンターはアメリカ合衆国のハワイオアフ島ホノルルにあるコンベンションセンター総床面積は約10万2000平方メートル総工費200万ドルを当時1998年にオープンした建物はハワイ州観光局が所有しロサンゼルスに拠点を置く企業をイグぐファシリティーズが運営を行っている 合計47の会議場の延べ床面積は13,900平方メートル、3,250平方メートルのボールルームと2つのシアターも備えている。ハワイコンベンションセンターは DB 方式でハワイ州政府最大の事業である。ハワイの風を感じられるオープンエア構造を持つとともに、総ガラス張りで天井の高い大胆なデザインがユニークなこの建物はテレビドラマ、 ロストのシドニー空港を描いたシーンでたびたび登場している。また映画、ジュラシック・パークシリーズの最新作、ジュラシック・ワールドのビジターセンターとしても撮影で使われた。ハワイ・コンベンションセンターでは、ファースト・ハワイアン・インターナショナル・オートショー、ミス・ハワイ・ホノルル・フェスティバルをはじめ、数多くの公共、民間のイベントが行われている。 2011年11月のアジア太平洋経済協力首脳会議ではこのコンベンションセンターが会場とされた。ハワイコンベンションセンターはファシリティーズデスティネーションズマガジンが選ぶプライム最多ワードを12年連続で受賞しているのをはじめ各賞を受賞している。インターナショナルアソシエーション・オブ・エクセビションズイベンツはハワイコンベンションセンターを世界で最も美しい。 コンベンションセンターと表している。ありがとうございます。